こんばんは、あさんです。皆さんこんばんは、あさんです。えよちょタイムです。よろしくお願いします。まだお化けの話しようかな。まだありますから、夏特集ですね、はい。僕と張さんの、まあ、共通の先輩が一人ちょっとすごく霊感があるというか、見える方がいると。あの撮影映そうな顔してるでしょ。やめとけってマジで。撮影映そうな顔してるけど、可愛らしい顔してる。なるほどね、先輩自称、自称ってないで、あの人なんか寺で修行したらしてないだみたいな話もありますけどね。へえ。なんかそういうちょっとこう見えるようになってしまったから逆にちょっとこう危ないんでっていうのはあるみたいですよ。そういうの自分の身を守るっていうのが大事みたいですから、見えるようになってしまったら、でその人は実は僕大学一緒なんですよ。もともと高校の先輩なんですけど、僕の大学の後輩というちょっとややこしい関係なんですけど。そうですね、はい。まあ、それはまあ置いときましょう。僕の2個上の先輩なんですけど、大学では僕の2個下っていう、ちょっとややこしいからね。まあでも大学あるあるだよね。まあまあまあ、そういう上下こう入れ替わるみたいなね。そうそう、とか社会人もそうですよ、うん。まあ確かに確かに、まあそんな感じなんですけど、はい。まあその人も結構まあ見える方ですから、うんうん、まあまあいろいろね話があるんですけども、うん、一旦ですね、僕の、まあ、友達と2人でなんか前鹿児島のところでちょっと銭湯に入りに行こうって言って、うん、まあ行ったわけですよ。いいじゃん。で、こう銭湯入りこうと思って行ったら、なんかその2時ぐらいに行ったのかな、あ、1時ぐらいに行ったのかな、夜の。したらなんか3時まで清掃中と。あ、はいはい。1時から3時ぐらいまで清掃中ですっていう話になったんですよ。マジかみたいな、入りたかったのにと思って、まあ3時まで待つみたいな、うん。で、なんかそれでブラブラしとこうぜみたいな感じになったんですよ、はいはい。で、その友達2人でこう、あるくっていうか、まあ時間とかそってブラブラ歩いてる時に、なんか怖そうなとこ行こうぜってまたなったんですよ、うん、2人で。でなんかこう行っとって歩いとったら、なんかヤバそうな通りがあったんですよ。とにかくほうほう、こう歩いとってこっちに通りがあったんですけど、この通りがちょっとヤバそうやな言うて、ちょっとこっちに入ってみようぜって言って、ちょっと通りをこう行っとったわけです、うん。でこう通りで、で一番ヤバそうなところにこう向かっていくね、通り、ここヤバそうやな言うとかって、はなんかあったんですね、道が、うん、ここ書きますよ、じゃあまあまあこう道があって、でまあ、路地みたいな、ね、路地みたいになってますので、この辺がこうやって歩いとったんですよ。こう歩いとったら、うん、こうパッとこっち見たら、この辺がなんかヤバそうやったんですよ。なんかヤバそうなオーラが出とったんですよ。驚々しい感じだったんですよ。でちょっと行ってみようぜっつって、僕と、まあ、それと2人で、うん、まあ、ここにこう近づいていっとったんですよ、はいはい。歩いとったんですけど、うん、だからここのそれほんまにヤバそうなところに近づくにつれて、僕はどんどんなんか体調が悪くなってきて、吐き気がすると、うんうん、ちょっともちろん吐き気するわ、なんかそれ気持ち悪くなってきたんですよ、うん。で、マジでよっさんみたいな、酔っ払ってるだけじゃん、あ、まあ、そうかもしれんなみたいな、だけどまあちょっと怖いからこの道行くのやめようってなったんですよ。ここに行くのちょっと怖いなと思って、なんか急に体調悪くなってきたし、やめようって話になって、うん、ちょっとやめとこうかってなったんですよ、うん。で、ただそのただ単にその行かないだけちょっとかっこ悪いじゃないですか、ここに、うん、ここからは行かないですよ。ここからは もちろん行かないけども、ここにもうそもそも行かないとダサいわけですよ。だから回り道してこうやってここに向かわないかって話だったんですよ。この道がダメなんだったら回り道してここに行こうぜっていう話だったんですよ。なるほど、はい。で回り道して行くってなって歩いとった2人ね、でちょっと遠回りして、いやもうでも俺これでただの酔っ払ってるだけやと思うからマジでみたいな感じで言って、ずっと行くわって言ったんですよ2人ね。そのもう一人のやつも、いや、よっさん酔っ払って誰やってみたいな、いやほんまそうかもしれんなとか言いながら、うん、でそこに向かってみようぜってこうぐーっと回ってそれに向かったんですよ、はいはい。でこうちょっとずつまた歩いてったら、うん、またそこのほんまにヤバいところね、うん、ここに近づいていくにつれてまた僕吐き気してきたんですよ。いやいや、そりゃそうですよね。いやめっちゃ吐き気するみたいな、近づいてるんで気持ち悪いわみたいな、よっさん酔っ払ってるだけやろみたいな、せやな酔っ払ってだけやな、ほんまちょっと急にちょっと時間差で酒回ってきたみたいな言いながら、まあ、ただ単に俺ビビってだけやと思うしみたいなこと言いながら、まあ、こう歩いとったんですよね。でこうちょこちょこちょことこう近づいていくわけです。このヤバいのちょこちょこちょこ近づいていたわけですよね。ほんでね、こう近づいてたら、ね、なんかある一定の距離ある場所に行ったら急にね、僕の耳がキーンって耳鳴りしたんですよ。急にキーンってなってね、あ、これヤバいやっとこうかもしれんと思って、ほんまにでもう一緒に来てるやつに、おいちょっと待ってと、これ以上行くなと、まあ、こう静止したわけですよ。やほんまにヤバそうやと、ヤバい行くなって言ったんですけど、まあそれ急に止めて もう歩いてるわけですから、うん、止まらないわけじゃないですか。で止まらないでそいつ僕のこの正常振り切りでちょっと前に出てしまったわけですよ、ね、うん。そしたら耳がねボーンって音鳴ってね、右耳が聞こえなくなったって言い出したんですよ急に。
あ、その人が、その友達が、はい、バーンと音が鳴って、耳がなんかその大きい音が鳴って聞こえなくなったって言い出したんですよ。でも僕にはそんな音一切聞こえてないですよ、はい、僕は耳鳴りがしてるだけ。そしたらめっちゃ大きい音が鳴って耳が聞こえないっつって、いやマジヤバいとこちゃうんか言うて、うわ逃げろー言うて、もうここでビャー逃げたんですよ。怖い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 言うて、めっちゃ怖いやんみたいな、ほんまに俺なんかおるでみたいな感じになって、ほんで怖すぎるから、まあ、近くのコンビニでちょっとこう あの僕の耳鳴りもそこの場所から離れたらあのなくなりましたし、それともちょっとしばらく離れたら耳も聞こえるようになったって言って、いや怖すぎやろみたいな言って、で近くのコンビニおったんですよ。そしたらなんか1時半から2時半の間ずーっとそこのこの路地におった猫がずーっと泣いてたんですよ。にゃー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 みたいな、めっちゃ泣いてるけどやばないみたいな、ほんまですかやばいとこじゃんみたいになって、いや怖いなってなって、その話を僕らのその高校の先輩、あの僕の大学後輩になってちょっと寺で修行してたと言われたの、霊感たっぷりあの方にお話をしたわけですよ。はいはいはい、こっからが本番ですからね。あ、そうですね。で話したわけですよね。したらおおもろっせやなみたいな、行くかみたいな、ほんまかどうか確かめに行くわ。なるほど、うん、その人はまあ見えるわけですから、ほんまかどうかわかるし行くよっつって二人でこう行ったわけですよ。ほんで、このヤバそうな通りは通らずにまた回り道して行ったんですよ、今度も。で、行って、ここを歩いてて、しばらくしたら耳鳴りがキーンってなったんですって言って、だからこう一緒に歩くと、おおるな、みたいな。何がっすかみたいな。まず、女の人の霊がおると。おまず一人いる、うん。で、ずっとさまよってるこの人は、あんまり良くないやつやと。おで、言ってたんですよ。あ、やっぱいるんすかみたいな。うん、ただそのボーンって音が鳴ったことが消せないんだよねみたいな、その女の霊にそのボーンって音を鳴らす能力がないはずだと、はあはあ、うん、その霊はそんな力も持ってないからおかしいってなって、でもうちょっと大物がおるかもしれんなって、さらに奥深くに入っていったわけですよ、うん、ずっと歩いとった。そしたら「さあ止まれ!」ってまた言われた急に、うん、おどうしたんすかっつって、ヤバいの来たわみたいな、ヤバいのが見えるって言って言い出したんですよ、うん、え、なんすかみたいな、軍服着たやつがおるって言いらして、うん、軍服ですかって、軍服みたいななんかそういうの着てるやつが、はい、刀構えて近づいてきたんやけどって言いらして、うん、えってなって、喋、うん、んなよみたいな、小声でちょっとやってくる、はい、二人でこうギーッと止まってたんですよね、うん、あ、そしたらその先輩がね、あ、近づいてきた、あ、近づいてきた、あ、あ、切られた切られたって言って、逃げろって言ってうわー逃げて、おー、切られた、やばいってみたいな、おい、塩塩塩とか言って、僕の家にバーってすぐ逃げ込んで、お前塩あるかって、味塩しかあるかって、味塩で、味塩で、味塩、味塩って言ったら、頭から味塩、ビャーってかぶって、あら、やばかったな、言うて、なるほどね、軍人の霊がおるな、いう話になって、あそこやばすぎるな、言って、で、ボーンってなった音は、どうやら大砲の音やと、西南戦争あった場所なんですよ、実はそこ。はあはあ、っていう話と、僕、今、耳鳴りしてきましたね。これマジですけど、まあいいです、そこは西南戦争があった場所だったんで、うん、まあ多分その時の軍人が多分いるんだろうって話になって終わったと。なるほど、いうことでした。切られた、うん、面白かった、切られたって言ってましたっていうのは旧幕府軍ですかね。あ、まあですかね、わかんないですけど、まあ西南戦争がねあったところですかね。だからその田原とかでも結構出るとか言うじゃないですか。あー、熊本ね、うん、熊本もありますからね、そういうところは結構ありますけど、やっぱ結構いるみたいです。でも田原とかね、桜は綺麗なんですかね。あのその先輩は一緒に行ったその寺で、ね、修行されてた方、まあ、切られたって言って、ここで、ね、服脱いだらほんまに黒くなってましたからね。そうだから、やっぱほんまやなと思って、切られた、わー逃げろーって言ったら面白かったですけどまあその人はやっぱ見えるって、まあ、修行もされてた方やからね、まあ、見えるとしたら、うん、見えるからこその怖さがあるよね。そう、まあそうです、僕は見えないから、そうそう、だからただ立ってるだけでしょ、うん、まあだけなんでね、あれですけど、まあ、そんなこともありましたけどね、ちょっと長くなりましたけども、はい、そういう、まあ、そういう戦争の跡地なんか行くと結構出るとか言いますからね、皆さんもぜひ気をつけてほしいなというふうに思います。はい、では本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画気に入ってくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはツイッターも配信しております、はい、皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください。よろしくお願いします。